若様実戦ですぞお二方は下がってくださいいいえ私も戦いますこうなったのは私の油断が原因です戦わせてくださいしかし私は魔法の教師そして彼女はとても優秀な生徒です足手まといにはなりません 分かりました。では、援護を頼みます。承知しました。随分賑やかだな。俺も加えてもらおうか。あ、あなたがどうしてここへ話は後だ。まずは賊を蹴散らすぞ。 人数が増えたらどうってことはねえ。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。異性の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルフォート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は、一体。行くぞ、ベリクト 堂々と喧嘩を売られるとはトラビス一家も舐められたもんだウッハッハお前らも続けい手柄を立てれば褒美は出すぞ無法は許さない覚悟しろ賊たちよあたしたちにケチつけようってんだね 生きがってんじゃないよ。ねえはは稼ぎの邪魔をするんじゃないよ行くよ甘いこの地で無法者がのさばれると思わぬことです。どうだ、友よ。倒した数を競ってみないか危険な真似はおやめくださいお父上に何と申し上げてよいか ただものではない。この方々は大丈夫。落ち着いて戦えば正気はあるはずよ。身に降りかかる火の粉は自分で払います。エスメラ。覚えてろよこの野郎焼き尽くしますふがっ な嘘だろうクソー思い出した親父こいつは漁師の一人息子だウォルホート家の跡継ぎかこの方が 迎えに来るのが早すぎるだろうとにかくズラかれ相手が悪いコ悪党にしては悪くない引き際だ我が領地を荒らす無法者ですこの場で捕らえたかったがお前の妻となる人が無事だったそれでいいじゃないか 妻となる人俗に狙われていたことに気づかずご迷惑をおかけしましたご挨拶が遅れましたこたびの名役に従いエスフロスト広告より参りましたフレデリカです本日よりあなたの妻としてボルホート家に入らせていただきますあ あなたがフレデリカ様だったのですね失礼いたしました <laughs> 挨拶もせずに一緒に戦ったのか初めての共同作業が盗賊退治とは頼もしい夫婦になりそうだドラン様こんなところにいたんですね 探しました。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶が起こしと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。<laughs> 父上は俺の心配なんてしないさ。 けど親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだそろそろオートに帰るとしよう麗しき薄紅色紙の姫よ彼がいれば安心です婚礼の式典を楽しみにしていますよではこれにて。 指輪にグリンブルク王家の紋章が入っていたあの方はもしやそうグリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様ですウ <laughs> 領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ねフレデリカ。 彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルフォートの立ちさばき、直に拝見できて光栄でしたわ。フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノアウォルフォートです。このもは我が家の執事ベネディクト。 セレノア様の補佐役を務めておりますお見知りおきをようこそウォルホート家家を代表し心よりあなた方を歓迎しますセレノア様私の髪の色驚かれたのではありませんか 我がが領地にもローゼル族が住んでいます。驚きはしませんでもこの紙をローゼル族が負った罪の証として読む人は多いのですそのようですねしかし私もウォルホート家もそうではない気にすることはありません ありがとうございます。これよりウォルフォート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。セレノアとフレデリカ二人の婚姻は、使用を持たざるグリンブルクとエスフロスと、 両国の同盟強化を狙った政略結婚であったこれは大戦終結後もなお続く聖ハイサンド大峡谷による潮の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだった。 だがこの婚姻が、ノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることを、まだ誰も知らなかった。パトリアと、ローランはどこへ行った共に来賓を迎えるよう言いつけたはずだな。それが、親衛隊を振り切って、どこかに出かけてしまったそうです。 ロラン王子のわがままには我々も手を焼かされている次第でしてまったくいつまでも子供のようにもういい私一人で応対するフラに応じ来賓の皆様がご到着されました 初めて会う者もいるクラルス最新の情報を聞かせてくれかしこまりました